さんね、こちらの足を上げる動作、スタッフさんはフィジカルと呼んでますがね、お分かりの方もいらっしゃるでしょうか。え、ね、あ、みすずごうさん、今日も素敵でございます。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。そして皆さんのね、ご挨拶しましょう。はぐりっこちゃんです。こんにちは。はい、みすずごうです。こんにちは。はい、みすずごうさんね、今日も素晴らしい訓練をされておりました。はい、はい、そして今日もまたホワイトボードを使ってお絵描き訓練をします。はい、はい、では早速、はい、やりましょう。お願いします、ね、お願いします。はい、では早速第1問ですね。はい、はい面白いから、みすずごうさんも当てられるかな、今日は。結構難しい。難しいです。ね、あ、今日赤ペンを。赤いペンを。え？黒。黒。黒ペンを指名されました。でもきっとね、ヒントですね。赤い動物なのかな。使ってもいいようですか。赤使っていいらしいです。第一問。あ、みすずごうさんが読み札を見て、その札から想像する動物を描いているですね。絵をね、それを竹千代子が当てます。当てます。赤いペンを取った。え、想像してたのと違う。赤で鳥ね、鳥の形してます。赤で鳥したらあれかなと思ったんですけど、ちょっと違いました。描けました。完成です。完成です。口特徴ありますね。はい、くちばしね。はい、くちばし特徴あります。じゃあ分かったかも。でもなんで赤を選んだのか分からないけど、答えはペリカン。はい、当たりで。え、色桃色ペリカン。正解。よっと。え、正解。正解。嬉しい。いや、まさかのまさか当たっちゃいました。ペリカン。すごい。はい、ちょっといいですよ、息がってきました。全身がピンクで綺麗な桃色ペリカンです。なるほど、赤を使っていただいたので、はい、相当なヒントになりました。はい、最初、はい、ね、フラミンゴを描くのかなと思ったんですけど、はい、フラミンゴにしては足が短いのでね、あとしゃくれてる口がね、だから違うなと思って。はい、やったー、当たった、嬉しい、ありがとうございます。はい、え、じゃあ第2問いきますか。はい、第2問。2問目も当てたい。なんだろう。驚きの声が聞こえてきましたが、当てられるかな。桃色ペリカンいるんだ、ね、ペリカンって言ったら白ですもんね。あ、巻き始めました。第2問。あ、これはもう特徴のある生き物です。はい、ね、
あれですね、ミスズボウさんの描くこの生き物っていうのは何だろう、雑念がないですよね、顔的に雑念がない生き物。足もこれはもう分かりますよ、はい、正解を言います。はい、キリン正解です。ねえそれしかないです。はい、読み札はじゃあどんな感じだったんですか。はい、伸ばした首で果実を食べるキリンさん。ああ、果実食べたキリンって葉っぱかと思った。はい、あ、そうですね、ねえ、はい、あ、そうなんですね。いや、これはわりかし簡単でございました。はい、では第3問いっていいですかね。はい、はい、じゃあ3問目お願いします。嬉しい、今日は全問正解しちゃうかもしれない笑ってる、なんだろう、えって言ってるなんだろう、分かんないのかな、なんでしょう。第3問、えって言ってる割にはあのね、筆がスススと進んでおります。え、迷いなく書いてますよね。あー、はい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 、足が特徴的なね、その足。これも分かったかもしれない。はい。はい。完成です。完成です。これは分かりました。はい。バンファロー。ああ。え、違う。惜しい。惜しい。です。え？惜しいです。惜しい、そう、バッファローでは、バッファロー、そうも呼ばれる、え、そうも呼ばれる、バッファロー、そうも呼ばれる羊、何、アメリカバイソン、あ、そう、アメリカバイソン、バッファロー、そうも呼ばれる、はい、アメリカバイソン、はい、っているんですね。あ、なんかでも竹千代も前に帰るような気もしないでもない。アメリカバイソンですね。難しかった。3問正解ちょっと今日は達成できませんでした、はい、今日はじゃあ3問ここまでですか。はい、今日もお絵描き訓練素敵な絵が見えました。はい、では今日はここまで、はい、ではまた、バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんは Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。 Thank you for watching ハイブリッドチャンネル today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.